朝日新聞の比嘉と申します。すみません、ちょっと確認で教えていただきたいんですけれども、休日の、大型、大規模商業施設の、休業の要請に関してなんですが、こちら緊急事態宣言が延長される場合に、また継続して要請する可能性があるということなんですが、これ、例えばその、緊急事態宣言以外でそのマンボウとかですね、なんかこう、その緊急事態宣言が解除された場合でも継続して要請する場合というのはあるんでしょうか。ですね、緊急事態宣言が解除されたら事実上できません。これは協力き、あの支援金との関係で、その国からの給付がなくなりますので、これかなり大きな金額ですから、我々の一般財源からですね、これを捻出するっていうのはちょっと難しいというところです。追加ですみません、一つだけ確認させてください。この商業施設の、入店客増減なんですけれども、こちら15エリア経営って書いてるんですけど、15なんか店舗ということになるんでしょうか。これは違います。15エリアそのものもですね、広島駅とかその大規模店舗で我々が落ちているところ、じゃないところも含まれます。これは全エリアの合計なんですけども、お店もですね、ちょっとこれ非常にちょっと難しかったんですけども、個別の店舗のデータをいただいてまして、で、その、ただその全ての1万平米以上のものではありませんし、データをちゃんと取れるところとかある程度限られているので、限定的な数の、ただ傾向は同じだろうと、特にこう合算した場合ですね。ということで、いくつかの店舗を合算させていただいてます。で、しかもその時の、この来店客のその数の数え方もですね、お店によっても若干違うので、そういった問題もありますけれども、傾向としてこういうふうになっているというふうにご理解をいただければと思います。そういう意味で厳密な数字ではないということですね。日経新聞の田口です。県これまではマンボウや宣言の適用をめぐって国と結構齟齬があったりしたと思うんですが、その延長宣言の延長要請はこう通ると見ていらっしゃるのか、その角度というか手応えというのがどれぐらいかというのが1点と、またマンボウだった場合に、宣言ではなくてマンボウだった場合に、13日後を取る対策で変わるもの、変わらないものはありますでしょうか。例えば飲食店の、時短要請、休業要請等が取られていると思うんですが、その辺はいかがでしょうか。ですね、まん延防止になると、全県的に、この対策、飲食店のですね、例えば対策を取るということはできないというのが国の法律解釈でありますので、まずエリアは変化をいたします。ですから、どこか対策をしないというところが出てくると思います。で、これは非常に私は厳しいと思ってまして、というのは結局ですね、もちろん感染状況が最も深刻じゃないところというかですね、感染状況が厳しくないところを外すということになると思いますけども、ただお客さんはやっぱりこういう中だとなかなか来ないという状況の中で、事実上開店企業みたいな状況になるんじゃないかと思うんですよね。そういう中で、県内ほとんどの地域でですね、やはりそうは言ってもまだレベルも高いのでですね、非常に厳しいと思いますが、いくつかの市長を対象から外すということがまず必要になります。それから大規模店舗は休業要請はできないということに事実上なります。あとはですね、当然アナウンスメント効果ということもですね、大きくあるかなと、やはり緩和されていくんだと、基本的認識として、今ただでさえ数字が減っているというふうに皆さんこう認識をしがちなので、改善しているというふうに認識をしがちなので、それで実際にまん延防止になるとですね、ああ、もう減ったんだと、でも前回のピークよりもピークぐらいでしかないんですけども、でも減ったんだという認識になって、逆アナウンスメント効果があるんだろうなというふうに考えています。それは昼間の人流などにも影響してくるし、夜の人流にもですね、多少影響してくるところがあるんではないかと考えています。
あ、すいません、マンボウに関し、マンボウの適用とかをめぐって国と結構ずれがこれまであったと思うんですけども、今日要請されたということなんですけれども、現時点でその、角度みたいなところっていうのはどうご覧になりますか。いや、これについてはですね、国側からは何とも言われてないというか、特になんか方向をですね、示されていません。で、まあ、大臣とのやり取りもしてますけれども、まあ、我々のこの状況ということは、まあ、理解をしたということではありますが、まあ、それを頭に入れて対応を考えたいということではありますが、そのどっちの方向に行くかということについてはですね、まあ、示唆はないので、まだ現時点ではよくわからない、まあ、むしろその報道ベースの方が先行しているので、まあ、我々はそのちょっと危惧をしているところではあります。 RCC の末川と申します。2つほど確認させてください。休日の昼間の人出の削減に向けて大規模商業施設に対して土日の休業を要請するということなんですけども、これ全体的ではこの外出は半減っていう要請は変わらないっていうことですか。もちろんです、はい。あと今日の人口10万人あたりの新規感染者数なんですけども、49.6 人で間違いないですか。今日の発表後ですか。今日の発表後はですね、ちょっと私まだ手元にないんですけど、わかる。49.6 で間違いございません。ありがとうございます。中国新聞を回っています。大規模商業施設の休業要請についてなんですけれども、まあ、緊急事態に入った時にですね、まあ、休業要請をするという選択肢もあったんだろうなというふうに思うんですが、まあ、結果的に最終盤のこの段階で、まあ、要請すると。でもし、緊急事態が延長されなければですね、まあ、11、12の2日間で終わってしまうと、まあ、こういう状況でありまして、まあ商業施設からはですね、戸惑いも想定されるんじゃないかなというふうに感じるんですが、その辺はどのようにまず受け止められておりますか。そうですね、この昼間の人流抑制については大規模商業施設の皆様とはですね、まあ、密に意見交換をしてきました。でそういう中で今回は平日も含めてですね、その入店制限をですね、まあ、するということがあって、まあ、実際それやっていただいてですね、見て効果は出てるわけですね。まあ他方でなかなかですね、まあ、最大限やっていただいているところではありますけれども、さっきのご覧いただいたようにですね、その効果というところではやはり休日のところまで追いつかないということがあってですね、まあ 最初からやるという選択肢もあったんですが、まあ、なかなかそれは大規模の皆さんにとってもですね、非常に大きな影響があるということで、その、まあ、今度新しく取り入れたこの入店制限の状況をの推移を見ていこうということで、まあ、結果として最終週になってしまったということです。それともう一点ですね、先ほど出ましたその入場制限なんですけれども、県の目安としてはコロナ前の半数程度というような目安を示されていたかなというふうに思っておりまして、先ほどの入店客の増減で見るとですね、まあ、休日なんかも 44.8% 減ってるわけですから、だいたいまあその想定ぐらいいってるのかなというふうに感じるんですが、そもそもそれを達成してもなかなか、全体としては医療体制とかですね、なかなか改善してないということは、この当初の県の目標自体が甘い部分があったんじゃないかなというふうにも思うんですが、そのあたりはどのように受け止められたのか。まあ、この平日も 50% 減なんですけど、まあ、これはここまでいってないということですよね。でこちらももちろんいってないということなので、はい、だからまあ残念ながらどっちも行ってないと。でどっちかが非常にこう大きく出ればですね、それで、まあ、トータルとして良かったということになるかもしれないんですけど、まあ、これやってみないと分からないんでですね、
まあ、結果として、まあ、そうだったということですね。まあ、改めてなんですけれども、まあ、これからですね、まあ、あの入場制限なんかもしてきた、大規模商業施設はですね、今度はまた休業に対応するために相当な、まあ、あの大きな方針転換をですね、まあ、迫られて大変な状況だと思うんですが、そのあたりについてはどういったこうメッセージというかですね。いや、これあの先ほどの説明の中でも申し上げた通り、我々もこれできればですねやりたくなかった、まあ、非常にですねあの、まあ、申し訳ないというかですね、そういう状況ではあります。ただやはりですね感染状況が厳しいですし、その昼間の人出というのがですね、まあ、十分減ってないというところがありますので、そこはご理解をいただいてですね、ご対応いただきたいなと思ってます。でこれはもうもうこれみんながやっぱり苦しんでることなんですよね。で今やはりそういう意味で一番苦しんでらっしゃるのは飲食店の皆さんだと思うんです。でまあ、飲食店の中でももちろん小さいところから大きいところまであって、今の協力支援金がですね、まあ、一定十分だというお店ももちろんありますし、で他方で20万円とかですね、まあ、最大、まあ、かなり大きな金額になっているお店もありますけれども、やはりそういうものでは全く足りないっていう大きなお店もあるんですよね。そういう中で経営者の中にはやはりもうほとんどもう何て言いますか、もう精神的にもですね追い詰められているとか、まあ、事業的にも追い詰められているっていう方々がいらっしゃいます。本当にですね、まあ、そういうことも含めて協力していただいている皆さんですね、これまあ、いろんな方がいらっしゃるわけ でなおかつその直接的に協力協力支援金がない、まあ、我々は頑張る中小企業応援支援金ということでですね給付がありますけども、まあ正直言ってなかなか十分ではないんだろうと思うんですね。まあ一部はそれ十分なところもある、事業者さんもあるでしょうけども、一部はやはりそれでは十分じゃないというところもあるんだと思うんですね。で我々はただ限られた財政状況の中で、まあ、精一杯のことをやっているわけですけども、まあそういうことなんです。なので、まあ、大規模の皆さんにもですね本当に、まあ、大規模店舗の場合にはそのテナントさんだとか、まあ、いろんなところがあって、まあ、非常に調整も大変だと思いますし、まあ、仕入れ額とかも大きいので、まあ、影響大きいと思うんですよね。ですから我々もこれどうしてもやりたいというか、もうやりたくてやってるわけでもなくてですね、まあ、今の感染状況の中でまあ、やむを得ずですねやらざるを得ない。で結局何かというと、じゃあそのあんまりこう対策しない、緩い対策を継続するということでですね、まあ、それはそれであるんですけども、まあ、そうだとすると、まあ、例えば今のその往来とかについてもそうですけども、まあ、結果としてですね、でも人の流れが今減らなければその対策期間って長くなるだけなんですよね。でこれ対策期間が長くなるとその事業者への影響っていうのはもっと大きくなるわけですよ。で社会に対する影響っていうのももっと大きくなるので、まあ、できる限りのことをやって、まあ早く、昼間の人出をさらにもう一段下げて、まあ、結果として行動制限も、まあ、できるだけ早く終えていくということをですね考えていきたいというそういうことです。毎日新聞の小山です。すいません、宣言の延長については特に期間っていうのは何か想定されてますか、いつまでとか。そうですね、この期間というのはですね、なかなか難しいところではあるんですが、まあ、最低限2週間程度は必要なんじゃないかと考えています。今日国に要請した際には、その何週間、2週間、最低2週間延長してくださいという、そういうふうな要請の内容だったんでしょうか。ですね、期間は、期間は言ってないな。期間は言ってません。まあ、国も今の延長っていうのは2週間から1ヶ月っていうふうに考えていらっしゃると思うので、
あの我々は、まあ、あのそれでいいと思ってます。あの、まあ、それは何かというと、まあ、そのステージ4の基準点があるわけですね。これあの新規感染者25人ですけども、まあ、ここまで下がってくるのに今のシミュレーション、今のこの緊急事態での対策を継続して、まあ、今のこの県民の皆さんの行動を基準にして考えると、まあ、大体2週間ぐらいでこの25を下回ってくるだろうというふうに考えてまして、あのシミュレーション上ですね、まあ、それで2週間ぐらい必要だということです。すみません、 NHK の井原氏です。スライドの12の大規模商業施設等の、土日の休業要請の関係なんですが、まあ、商業施設は、まあ、各地でやっていると思うんですが、例えばこのパチンコ店の遊戯施設、あるいはこのスーパー銭湯といったサービス業、こういった分野 の、まあ、あの休業要請をされるというその考え方について教えていただけますでしょうか。これは従来と一緒です。わかりました。そうしますと、例えば映画ですとか劇場、こういったところは特に休業要請をされていない、なんかそこの考え方っていうのはいかがですか。はい、あの施設の種類としてのカテゴリーとして、映画館が劇場等ということに区分しておりまして、そこがあの今回の対象要請の対象としているものではないという整理でございます。これだから国 の、 あの対処方針の中でそうなっているということですね。はい、そうです。はい、だからあの集会展示施設などもあの別枠になっているよね。そういうことです。うん、という中でごめんなさい、劇場とか映画館もその別枠になっているところです。すみません。わかりました。あとすみません、もう一点ですね、あの隣の山口県の方ではですね、あの野外の音楽フェス、まあ、これ県の方から中止するよう要請するという、まあ、そういった動きがあるんですが、例えば広島県内で今後そういった音楽イベント等がある場合は、これについての広島県としての考え方はどうなるお考えでしょうか。あのこれイベントについてはですね、まあ、5000人かつ 50% 以内とかっていうことになってますので、まあ、それに抵触しないように、まあ、お願いをしていくということになります。で今のところ非常に大きなそういうイベントっていうのはですね、まあ、相談をしていただくように、これも要請をかけてますけども、今のところないのかな。あのご相談の件は入っておりません。中国新聞の宮野です。あの先ほどの質疑応答にもありましたが、宣言が延長されるかどうかはあの国がですね、あのするかどうか見通せない中で の、 あの今回要請になったということだと思います。国がですね、延長しなかった場合は、県民に県が国との齟齬があるというような受け止めをされかねないような状況でして、さらにあの、まあ、あの現状の報道ベースですが、あの延長されないというような報道もあります。それでもですね、やはりあの県が今回要請したという狙いにはですね、やはりあのこれだけ厳しい感染状況にあるんだというようなメッセージをあの県民に伝えたいという、そういった部分もあったんでしょうか。いや、あの我々は我々の判断として、まずあのこういった対策が必要であるということが あるので、それで要請をしているということですね。で、あの今回、このタイミングというのはですね、この大規模施設の休業要請との関係でこれ以上待てないというかですね、あの明日明後日とかになると、あのちょっと対応があのもう無理だろうということもあって、で、まあ、今日までにはやらなければいけないだろうということで、あの国のこの状況が、まあ、十分に把握できてないところではあるんですが、まあ、要請をするということにしたということです。施設と合わせて同じタイミングで要請したいという考えがあって、その中で国の状況はまだわからない中でも、まあ、県としての考え方を示すという、はい、ありがとう。
中国新聞の岡田です。後ろからすいません。緊急事態宣言自体はまあ2週間程度を、まあ想定しているということでしたけど、その後、まあ前回の例でいけば、まん延防止等重点措置になるか、県の独自集中対策が続くという、まあ、行動制限が何か続くようことになると思うんですけど、結果として行動制限が解けるのはいつぐらいを目指したいとか、いつぐらいになるという見込みはあるでしょうか。ですね、まあ、これは最終的に、まあ、我々がターゲットしてます人口10万人あたり4人というところがいつになるかということだと思いますが、これはまあ現時点でまた9月のこの連休の影響だとか、そういったことも含めてですね、ちょっとなかなか言い難いものがありますが、まあ、いろんな前提を置けばですね、10月の、まあ、上旬から中旬にかかるぐらい、にはですね、下がってくるんじゃないかと思います。まあ、その間に、まあ、ワクチンのこともあるので、どういった対応が必要かっていうのはですね、そのまま例えば飲食店の酒類提供をお願いの停止をお願いするとか、中身は分かりませんけれども、まあ、何らかしらの対応っていうのがそれぐらいまでは必要になるんだろうなと思ってます。10月の中旬までは何がしかの対応が続くという、まあ、中旬というか上旬から中旬、まあ、そんなに厳密にぴったりと言えないので、もう一点、今朝の会見の段階では、要請するかどうか検討しているということだったんですけど、結果として今日要請されたのは今日の午後という理解で、今日の午後です。検討から要請に踏み切る間で何か判断、最終判断に至ったのは何かあったんでしょうか。まあ、今日の昼というか会見の時も言いましたけども、まあ、いろんな数字を見ていて、であと、まあ、いろんなところの調整ということも含めてですね、行った上で、午後に要請をしたということです。それでは以上で終了したいと思います。ありがとうございました。